水車がありますね。ここで用水路とは離れてしまいます。用水路の方、用水路沿いには進めなくなってしまいました。少し雨が降ってきました。そんなに雲がたくさんあるわけじゃないので降り続かないとは思いますが、
ではそろそろこの辺で今日の林道探索を終わりたいと思います。